霧ともやの違いは視程にあり、2つともよく似ていると言われる現象ですが、どのような違いがあるかご存知ですか？まずは霧についてですが、漢字を見てみると雨プラス務まる、この務まるという漢字には覆うという意味があり、水があたりを覆っている様子を表現しています。見通せる距離が方向によって違う場合は、最も見通しが悪い方向で 1km 未満なら霧ということになります。ではもやはどうなのか、漢字で見てみると雨プラス越にはまみえるという意味があり、水にまみえる様子を表しています。水滴や水分を多く含んだ微粒子によって見通しが悪くなり、その視程が 1km 以上 10km 未満になる現象です。似ているようですが、人が見通せる距離の違いによって区別されています。天気予報でよく使う言葉なので、霧やもやと聞いたら視程の違いを思い出してみてくださいね。